中の島は、千葉県木更津市の木更津港に浮かぶ人工島である。島内は、中の島公園として整備されている。3月下旬から7月末まで潮干狩りを目的に、多くの行楽客が訪れる。また、毎年8月には、木更津港祭りが行われる。中の島大橋中の島大橋は、鳥居崎海浜公園と木更津港に浮かぶ中の島とを結ぶ。 歩道橋である。日本で一番高い歩道橋であり、全長236メートル、高さ27.125メートル、幅4.5メートル、1975年に完成。木更津港の玄関口にあたり、木更津港から東京湾へ出入りする船舶はこの橋の下をくぐることになる。木更津市を舞台にしたドラマ、木更津キャッツアイで一躍有名となった。 キサラズキャッツアイのヒット等を受け、2010年に NPO 法人地域活性化支援センターにより、中野島大橋が恋人の聖地として認定された。また、キサラズキャッツアイ内で若い男女が恩武して渡ると結ばれるという伝説が語られたため、現実でもそうすると結ばれるという伝説が出来上がっている。キャッツ人気から橋には、 キサラズキャッツアイに対するメッセージも書かれている。郵便番号292-0839千葉県、キサラズ市中の島に、ありがとうございます。